なるほど。だったら親玉を叩くのが早いでしょうね。じー、わかった。じゃあ私が行ってあげる。出発はよっじー、さてと、そこじー、ん、あなたよ、あなた、私のことずっと見てたでしょう。あ、バレてましたか。はい、見てました。ずいぶんとすがすがしい返事ね。どうしたの？私の顔に何かついてる？いえ、そんなことないですよ。ただそのミミさんってかっこいいなって。かっこいい？はい、普段からとっても堂々とした立ち振る舞いですし。そう？はい、トトリさんのことをサポートしてるところも、ご自身もすごい冒険者だっていうところも、とーっても素敵だと思って私実はミミさんに憧れてるんです。そうなの。まあ、あなたが私のことを見ていた理由は分かったわ。でもいい？いくら褒めても何も出ないからね。私は褒められたくらいじゃ動じないの。分かってますよ。別に何か欲しいわけじゃないですもん。私はミミさんみたいにかっこよくなりたいんです。あら、そう。まあ簡単な道じゃないと思うけど、せいぜい頑張ることね。はい、ありがとうございます。ところで、この後食事でもどう？あなたが良ければいろいろ話してあげる。私、いいレストランを知ってるの。いかがかしら？あ、いいんですか？ぜひ、ぜひ行きたいです。そう、それじゃ出かけましょう。もちろん私のおごりだから、ついてきなさい。ちゃん、すっごく嬉しそうな顔してたな。ああいうところは昔から変わらないよね。私もミミちゃんを褒めたらご飯をおごってもらえたり。さあ、お仕事お仕事っと。